リバーシブルレーンのイメージ、宮島街道におけるリバーシブルレーン車線変更に関して標識がある。場合もあるリバーシブルレーンは渋滞緩和のために全幅3車線以上の道路において中央線の位置を時間帯によってずらし、交通量が特に多い方向の車線を特定の時間帯のみ増やす交通規制のことで中央線変異と称される。しかし、 正面衝突の危険性があるほか、運転者にとっては速度を出す道路、中央より通行帯が時間によって対向車線になったり、自動車や二段階右折対象外の原付きが右折する、時に通るべき車線を間違えたりするなど、現地の道路事情に通じていないと危険である。日本ではそれほど普及していない上、設置場所でも撤去された事例がある。リバーシブルレーン区間の前後特間内には次のような、 設備が備わっていることが多く、これらは主に警察の交通管制センターで遠隔制御される。通行できる車線とセンターラインの位置を表示する。通行できる車線は主に矢印と進入禁止、または丸と罰で表示される。メーカーは主に小イト工業、参考車、名古屋電気工業の3社体制である。また、通行できない車線に信号機の投下機を利用して、 赤いバツの表示をさせる場合もある。詳細は、可変標識を参照路面にランプを埋め込み、明滅させることでセンターラインとする。道路標識、区画線及び道路表示に関する命令別表台、6の中央線によると、3道路の中央以外の部分を道路の中央として指定するときの、日または時間を限って指定するときに該当し、表示等、表示作または、 黄色の10のついている道路病により表示される。ただし、同命令では表示の設置区間の基準については、同別表第5の道路の中央を示す必要がある道路の区間としか規定されていない。危険防止のためには、規制対象の全区間を等価道路病により表示すべきであるが、実態としては、主要交差点などの付近だけに等価道路病を設置している場合がほとんどである。 時間一方通行規制は、対面通行の道路を時間帯によって一方通行に規制し、交通量がより多い方向への一方通行とする交通規制のことである。なお、ラッシュ時間帯の住宅街への車両流入を防止するための車両通行禁止規制とは異なる。運転者にとっては標識を確実に遵守する必要がある。正面衝突の危険性があるほか、 一方通行の時間帯に自動車や二段階右折対象外限付きが右折する時には道路中央ではなく道路右端による必要があるなど現地の道路事情に通じていないと危険であるため日本では道路整備の進行に伴って規制を廃止する流れにあるありがとうございます